筋とは、麻雀における基本用語の一つで、間に 2π 挟んだ2種類の範を1セットとして捉えた概念である。すなわち、例えば2と3を挟んだ1と4、3と4を挟んだ2と5、などを、それぞれ1から4の筋、2から5の筋などという。本校では筋及び筋に関連する用語や概念に、推定が一説する。麻雀では、 順に並んだ連続する三つの範囲を一つのメンツとする。これを順庫という。順庫になる一段階前の状態を投資というが、そのうちとなり合う二つの範囲でできた投資で1と9を含まない投資を両面投資という。両面投資にあと1範囲くれば順庫が完成するが、そのあと1範囲のことを筋という。以下は両面投資とその筋の対応である。 以上の6種が基本となる筋である。23の両面投資に456の順庫がくっついている場合、入りにより、あと1配が1種類増える。34に567がくっついている場合や、45に678がくっついている場合も同様である。一家3種はその対応である。なお、一家3種はピアノ筋と呼ばれることもある。 競技には先に挙げた六種を筋と言い、抗議には後に挙げた三種も含めて筋という。表筋とは、要するに以下の三種のことである。すなわち、これが表筋である。相手が両面で待っているとき、従って表筋は安全牌、危険牌の分類においては、比較的安全であるとされる。また、表筋を頼りに通っていないパイを切ることを筋を追う。 という。なお、以上六種、いずれも表筋とは言わない。これらは、肩筋もしくは二ブラ筋と呼ばれる。また、に対する、に対する、に対するなどを、俗に、遠い筋ということがある。歴史的には、表筋は、もともと単に、筋と呼ばれていたが、後に、裏筋という用語が使われるようになったために、裏筋に対応して、表筋という表現が使われるようになった。 中筋とは、要するに、以下の三種のことである。すなわち、この三種が中筋である。中筋に該当するパイのことを、筋心配と呼ぶこともある。麻雀には、筋は通りやすいという通念がある。それを逆手にとって、自分がすでに川に捨てたパイの筋で待つことを、筋引っ掛け、筋待ちという。もろ引っ掛け中引っ掛け後引っ掛け筋待ちにできるパイ。 姿七統一の筋待ち無筋とは、文字通り筋になっておらず、通っていない筋のことである。例えば下のようなリーチがかかった時、裏筋とは、あるパイの隣の灰の筋のことである。マシマとは、同色で四つ離れた数パイが切られている時の、その内側の筋のこと。すなわち、裏筋を共有している筋のことである。上で使った例と同じ例を使うと、またぎ筋とは、 文字通りあるパイをまたぐ筋のことである。序盤に切られたパイについてはその裏筋が危険で、中盤以降に切られたパイについてはそのまたぎ筋が危険という意味のマージャン格言である。マージャン格言には、早いリーチは、いい数作、東緑付きものといった何の根拠もないものが多い。中、序盤の裏筋、中盤のまたぎ筋は、ある程度信憑性のある経験則に基づいている。 以下に、序盤の裏筋、中盤のまたぎ筋ができる手作りの一例を挙げる。東一曲、ホッケ、ドラ表示パイ特に目立った、切りパイもなく、全くの手なりである。東一曲であることから、展望状況による縛りもなく、廃功率に従って、道なりに作った結果、捨て廃と最終型は以下のようになる。まさに、序盤の裏筋。 中盤のまたぎ筋の通りの捨て牌と手配だが、これは別に例示のために作ったパイ姿だからこうなっているのではなく、手なりで手を進めれば、必然的に、序盤の裏筋、中盤のまたぎ筋になる傾向が強くなるということで、ある。すなわち手なりであればあるほど皮は素直になり、序盤の裏筋、中盤のまたぎ筋という判断材料が当てになる、場合が多くなる。もちろんこれもあくまで、 当てになる場合が多いというだけで、いつもいつも、序盤の裏筋、中盤のまたぎ筋通りになるわけではない。パイの来方によっては、中盤の裏筋が当たりパイになるケースも多く、場合によっては、リーチ宣言範の裏筋が当たりになることもある。逆に、比較的安全そうに見える、序盤のまたぎ筋が当たりになっていることもある。以下に、同じような、手なり派の打ち手でも、ハイパイや、 ツモパイの来訪によっては、序盤の裏筋、中盤のまたぎ筋にならない例を挙げておく。東一局、ホッケ、ドラ表示範最終型は同じでも、ハイパイがある程度整っていたり、ツモパイの順番が違ったりするだけで、同じような手なりであるにもかかわらず上のケースとは、全く異なった、捨て配囲章が出来上がる。上のケースで、序盤の裏筋だったは、このケースでは単なる余剰パイである。 いずれにせよ、どのキーパイよりも先にが切られており、かつ、そのまたぎ筋が当たりパイになっている。また、このケースでは引いた5等が黒ではなく赤だった点も大きい。黒なら6等をもう少し引っ張る可能性があるが、赤だからこそ赤が出て行くことがないように早々との両面に固定している。このように序盤の裏筋。 中盤のまたぎ筋が当てにならないケースもあるので、ある程度信憑性のある経験則といえども、盲信しすぎるべきではない。千気筋とは、裏筋の裏筋に当たる筋のことである。の千気筋が当たり目から、隣接敗が、弱頭の千気筋が当たり目から、隣接敗が、暗光の千気筋が当たり目、多面割り宣言敗の千気筋が当たり目。 煙突系宣言杯の先記筋が当たり目ア両面ドラ筋とは文字通りドラを含む筋のことである。ドラ筋が危険とされるメカニズムは至って簡単で多くの打ち手がドラの受け入れを積極的に嫌うことが少なく場合によっては最後まで残るためである。ドラ弱頭のア両面ドラ含みのノベタンドラ筋のドラではない方で短期待ち暗号筋とは自分が アンコウで持っているパイの筋のことである。自分が3枚あるいはそれ以上の枚数を固めて持っていることで、その筋を受け入れる形を持っている竹はその筋が最後まで引けず、結果としてその筋がマチになっている可能性が高いという理屈で危険とされる。アンコウ筋が危険に見えるケースまた、プロジャン氏の堀内正人は二0 1三年四月発行の著書の中で単なる無筋と、 アンコウ筋の無筋を比較した場合、アンコウ筋の無筋の方が安全であると述べている。例えば自分の手の内にとあって、側に1枚見えている場合、の筋は5枚見えている、アンコウ筋である。相手からヒントに乏しいリーチがかかったとして、アンコウ筋のと無筋ののどちらが安全か比較する。この時相手のリーチは、が4枚見えているため、といった形でのリーチである。可能性は、 ゼロである。無論の単純、両面は大いにあり得るし、煙突型に関してはという逆の形があり得るが、延べたんと、単純三面張りの形はあり得ない。これに対しの方は、単純、両面をはじめ述べたんや、単純三面張りや煙突型など、より多くの形があり得る。つまり、マチになるパターンが、より多いの方が危険であり、の方が安全であると言える、という論理である。 堀内はこのことをこれまでの常識を覆す新セオリーと述べている。ただしこれはあくまで理論的な話であり、堀内も同書でケースバイケースで対応すべきと締めくくっている。ありがとうございます。